KPMG 全米女子プロゴルフ選手権2日目24日コングレッショナル CC 米メリーランド州6894ヤードパー723連続バーディと幸先よく始まった1日だったが5番のボギーを皮切りに苦しいラウンドになった渋野日向子は暑さから来る疲労感が抜けないまま午前組でスタート トータル3オーバー54位タイと2試合ぶりとなる予選通過こそ果たしたが不安を残す締めくくりになった2番パー3で7番ウッドでのティショットを手前1 5ルにつけるとここでバーディが先行さらに400ヤードを超えるパー4の3番ではセカンドショットで3番ウッドを握ることになる それでもこれを奥4メートルにつけると、下りのパッドをねじ込む。続く4番パー4では、グリーン手前からピンまで10ヤードほどの3ナメが、直接、カップイン。少し口元も緩む、このチップインで3連続バーディを記録した。イーブンパーからのスタートだったが、その名前が、リーダーボードを、ぐんぐんと駆け上がる。 ここまででトーー。タル3アンダー2グループの一員になったしかし2打目をグリーン左のバンカーに入れた5番で寄らず入らずのボギーをたたくとジェットコースターが下りに入ってしまうそこからはグリーンを狙うショットが精度を欠き計6つのボギーをたたいた 前日は18ホール中16ホールで成功したパーオンもこの日はわずか9ホールのみ888%から50%へのダウン幅がそのままスコアロスにつながってしまう初日は連日の暑さで疲労が残っていると関係者が説明した体調ながら15位体と上々の滑り出し しかし二日目も、その足取りが軽くなることはない。表のを当てながらのラウンドは変わらず、ホールアート後は報道陣の取材に応じる元気はなく、すぐに車に乗り込み会場を後にした。せっかくの週末のラウンドも、この体調不良の影響は気がかりとなる。それでも、開幕前に、 難しすぎる。合わないけど、いいコースと笑っていた中関でのメジャー大会で、白氷ながら決勝ラウンドに進むことはできた。昼過ぎのホールアウトでできた時間を休養に当て、少しでも万全の状態に近づけ3日目のコースに向かいたい。72の畑岡奈社は10だ、さ17位。 75の渋野ひな子は54位で、決勝 R 進出全米女子プロ選手権、第 2R 終了プロ155選手が参加し、予選ラウンドが終了した、昨年の全米女子オープンを制した笹生優花、フリーが15位で出て1位イーグル、3バーディー、3ボギーの70をマーク。 日本勢最上位となる首位と9打差の通算2アンダー14位へと浮上した米ツアー通算6勝の畑岡那社アビームコンサルティングは6位スタートで4バーディー4ボギーの721アンダーの17位に後退した今季日本ツアー5勝で初出場の西郷真央島津製作所は 50位で出て4バーディー、2ボギーの70で回り、イーブンパーの27位に順位を上げて、予選を突破した。2019年 AIG、全英女子オープン覇者の渋野ひな子、サントリーは、15位スタートで3バーディー、6ボギーの75で回り、3オーバーの54位で、決勝ラウンドへ進んだ。 今年から主戦場を米国に移したコ,コアヤカ・古穏彩香、富士通は6位スタートも2バーディー、5ボギー、1ダブルボギーの77と崩れ、4オーバーの73位で一打及ばずに、予選落ちとなったメジャー2勝の谷聡、チョン・インジ、韓国が単独首位スタートで5バーディー、2ボギーの69をマーク。 通算11アンダーの単独首位をキープした渋野ひな子は前半に1つ伸ばして1アンダーの8位で後半へ全米女子プロ第 2R メジャー1勝の渋野ひな子サントリーはイーブンパーの15位からスタート前半9ホールを3バーディーにボギーで回り1アンダーの8位で後半に入った1番でパー発進すると 2番で 1.5m3 番で 5m4 番でチップインの3連続バーディーを奪った5番で4オン1パットのボギー7番は第1打をグリーン左奥にこぼしてボギーとなった同じく午前スタート組のココアヤカは1アンダーで出て5番終了で1つ落としてイーブンパー ゆかは8番まですべてパーとしてイーブンのままいずれも18位につける初日1アンダーの畑岡那社2オーバーの西郷真央は午後組でプレーする8アンダーで単独首位の谷里聡ジョニーインジ韓国も午後スタートとなっている